イザベルとエノーは、フランス王フィリップ2世の最初の王妃。エノー白ボードアン5世とフランドル女白マルグリット1世の、長女。弟に、ラテン帝国の皇帝ボードアン1世がいる。当初1171年、1歳の頃に、フランス王ルイ7世の3人目のヒアデルの老いにあたる、シャンパーニュ白アンリ2世と婚約していたが、 父ボードワン5世が、イザベルの母方の叔父フランドル博、フィリップ・ダルザスから豊かなアルトワ博領を持参金とし、イザベルを、フィリップ2世に嫁がせることを提案された。叔父と父の手配により1180年4月28日、すでに不王ルイ7世の共同君主となっていた、フィリップと結婚した。ルイ7世は、同年9月に死去し、フィリップが、単独の王位に就いた。 一方的に婚約を保護にされた、アンリ2世の父で、大太タイワデルの実刑にあたるシャンパーニュ伯アンリ1世、含め、ブロワ家の一族は怒り、イザベルに敵意を向けるようになる。イザベルとフィリップ2世の結婚は、大太タイワデルにとってもエノオ家の老いアンリ2世への拒絶は、実家ブロワ家のケニー衰退を意味しており、この結婚を喜ばなかった。 その時期にアデルはイザベルに対抗する派閥を作り、フランス宮廷で緊張が増した。イザベルの王妃大冠式の正体に、王太郷及びシャンパーニュ派の一団は欠席している。繊細で文化的であったイザベルは、シュートルイ7世の諸婚のヒアリエノール・ダキテーヌの伝統に従い、トルバデュールの被護者となり、愛の宮廷を作り上げた。一部の論評者からイザベルは、 多くの賞賛を受け、またその優しさと美しさで結婚当初はフィリップ2世の寵愛を勝ち取った。しかし1183年、イザベルはまだ若年で、出産適齢期ではなかったにもかかわらず、なかなか四次を解任しないという理由から、夫フィリップからの寵愛は薄れ、さらに教会に婚姻の無効を訴えられてしまった。 翌年1184年3月に一度離婚が決まるが、イザベルはサンリスの教会で裸足に粗末な衣をまとった懺悔する改収者のいでたちで現れ、教会の周りを歩くと、その姿を民衆から称賛され支持を得た。さらにおじフィリップ・ダルザス等のフランス王家の顧問たちが、イザベルとの離婚により、王家がアルトワ領を損失することの甚大さを、 フィリップ2世に訴え、王は、離婚を思いとどまった。イザベルの父方の高祖父フランドルハクボードワン2世は、西フランク王国のシャルル2世の娘、ジュリトを母としており、イザベルとフィリップ2世の結婚は、カロリング家とカペー家の結合とみなされた。そして、1187年に生まれた二人の息子ルイ8世が1223年に、王位を継承したことで、 フランス王位の正当性はより高められたと認識された。また、この結婚の持参金として、アルトワ薄量がもたらされた。二度目の出産で男児の双子を産むが、南山であり1190年3月15日に19歳で死去した。双子は、ロベールとフィリップと名付けられたが、生後三日目で溶接した。その後、フィリップ二世は二人の王妃、インゲボルグを迎えた。 ありがとうございます。